今日大変だった。まああのあれですよ、最初は、今日はあれを撮ってきました。ウィンリーちゃんを撮ってきました。いつか公開になると思います。カミングスでして、あと今日から始まりました、怪獣さんが。そう、今日盛りだくさんでしょ。そうなんですよ、今日からスタートで顔合わせとか、全員はいなかったけど、いなかった方もいらっしゃったんですけど、顔合わせとかしたり本読みをしたりっていう感じで今日から始まっております。そうだからね、疲れた。めっちゃ疲れた。じゃ帰ってくるのが疲れた。そう、なんか帰ってくる最初一回ね、帰ってたの、自分の家の方向に。でも途中でなんか乗り換えミスったらしくて、反対の方向に行っちゃって、その反対に行っちゃった方の終点まで行っちゃって、ありまーって感じで、でまたそっからそっからお家帰ってきたから、で遠回りしてしまった。うん、安心してください、私は夜ご飯にすき家を食べました。すき家のチーズがかかっているお牛丼を食べたので、お腹は満たされました。もうずっとね、もう夜食べるなんて本当滞在だと思ってたけど、夜ご飯ちゃんとご飯をしっかり食べるのがね。いやでももう一回ね、その大事な撮影を終えたので、一回ちょっとブブブブブって食べた。そうそうそう、最初の、そうだから一回、そうですね、いろいろいろんな大事な感じのやつのお仕事が今日一気に終わったので、一回ちょっとホッとしてますね。そう、明日はそして上映会があります。これはちょっともうチケットがないので、皆さんにあの来てねって言えないんですけれど、あのチケットがゲットできた方は明日お会いしましょう。明日をねちょっと早いですけど終わりにします。何しに来たんだよっていうね、いやメール送ったんだけど届いてなかったから、そう今日もこんなでしたよーみたいなね、でした、疲れやした。そう、あー行きたかったですね。まあね、チケットねあれだったよね、まあね予定があったのかもしれないけど、お疲れでした。いやーもうほんとね、ウィンリーちゃん撮ってきたけど、めちゃめちゃ自分ではすごい、えめちゃ良いっていう感じ。うん、いい感じっていう、いつあの公開されるかわからないんですけど、お楽しみにしてください。ありがとう。じゃあね、うん、この後もバタンキューします。おやすみ、またね、バイバイ。